感じる。お姉様うるさい。まだそんなに話してないでしょ。すべてがうるさい。腹立つわ。お嬢様、なぜプレイグラウンドにコーナーで遊ぼうかなって。しようもない理由ね。はぁ、ぶっ飛ばすわよ。やれるものならやってみなさいよ。あ、ブースト使えるようになったのですね。ちゃんと設定したわ。ブーストありとなしじゃ結構違うわね。もう全然違うわよ。あとさっきボーラーで遊ぶためって言ったけど、私が今プレイグラウンドにいる理由はもう一つあるわ。他に目的があったのですね。何よその目的って。あれよあれ、ヘリコプターですか。そうそう、ヘリコプター。このヘリコプターがどうかしたの。実はこのヘリコプター動いてるのよ。いや、止まってるけど。止まっていますね。それとも何、乗れるの。乗れないわ。動くってそういう意味じゃなくて、時間経過で移動してるのよこのヘリ。最初は探索機みたいなところにあったらしいのだけど、もうこの砂漠まで移動してきたってことですか。そういうこと。まずその最初っていつの話よ。シーズン8が始まった直後ね。シーズン8が始まった直後か。なんで移動してるのですか。いや、私にはさっぱりわからないけど。そもそも本当に移動してるの。初めからここにあったんじゃないの。今ここで無駄な嘘ついて何があるっていうのよ。お姉様は信じられない。腹立つねしてるわね。それにしてもこれかなり大きいですね。作りもしっかりしてるわ。だけど壊せないってわけでもないわ。さっきボーラーの攻撃でダメージ入ってたし。何のためのヘリコプターなのかすごく気になりますね。シーズン8の物語に深く関わってくるのかしら。その可能性は大いにありそうね。このシーズンはどんなワンタイムイベントが来るのでしょうか。お姉様が一番好きなワンタイムイベントって何。好きというか、すごいと思ったのは、やっぱりシーズン6のワンタイムイベントね。あの異次元に飛ばされたイベントですね。そうそう、白い空間に戦ってる敵が全員集められたあのイベント。確かにあれはすごかったわね。だからそれに比べるとシーズン7のワンタイムイベントは少し見劣りしたわね。飛行機でバラバラ落ちていったのは面白かったわね。あれで敵20キルくらいしてましたよね。感染者なんかすごいことになってたの覚えてるわ。さて、もうそろそろ試合に行こうかしら。さっさと行って。いきなり息吹持っていますね。多分倒した敵が最初に埋められたお宝開けてたんだわ。ち、こんな息吹お姉様にはもったいないわ。ちょっと、それどういう意味よ。そのままの意味よ。お嬢様、上です。うわ、びっくりしたわ。当たらなかったわね。後で敵がいるとは分かってたけど、上から撃ってくるとは思わなかったわ。結構厳しい状況ですね。どうするのお姉様。とりあえず待つ。何よそれ。敵が降りてきましたね。ふふ、この壁は私の壁よ。編集してショットガン当てたわね。かなりいいダメージが入りました。このまま一気に倒したいわね。多分それは無理。敵の方が先に上に。地道に上目指していくしかないわね。隙間があったらそこを狙う。隙間なんてあるかしらね。上に行こうとするとことごとく潰されますね。あ、これは床がパカッと開いてるどんね。意味がわからないわ。よし、ここから上に。うん、なんで今起きたの。建築が崩れたように見えましたが、今のは少し変な感じだったわね。このままじゃずっと敵に上を取られ続けるわ。あ、バカ、無断だ。妹様これのことを言っていたのですね。だけど残念ね、勝ったのは私よ。はぁ、何勝ってるのよ、テンション下がるわ。勝手に下がってなさい、もう二度と上がらなくていいわよ。ひどいわ、泣くかも。その満面の笑みから涙が流れること想像できないわ。サイレンサー付きサブマシンガンとヘビースナイパーライフルを交換しましたね。ジャブジャブはいらない。絶対必要になるわよ。グライダーの方が今は価値があるわ。体力シールドともにマックスですからね。さて、ここからどうしようかしら。高い位置にいるし、ここで敵を探すか。歩かないと見つからないわよ。そうかしら。ソルティスプリングスの中にはいなさそうですね。なんでそっちに行ったの。いや、木材落ちてないかなって。鉄とレンガはすでにいっぱいですね。木材が欲しいなら木でも切ってなさいよ。そこまで欲しいわけじゃないわ。今気づいたけど、これ普通のマッチじゃないのね。またトーナメントみたいなのやってるのよ今。まあもう少しで終わりそうなんだけど。敵がハンドキャノンを撃ってきましたね。あそこか。結構遠いけど、お姉様ヘビースナイパーライフル持ってるからいいのね。ついにあなたも私のエイムを認めたわね。余裕っていうのは狙うのが余裕って意味で、当てるのがっていう意味じゃないわよ。ふーらーん。私がお姉様のエイムなんて言うはずないでしょ。お嬢様、今は前の敵に集中した方がいいかと。残念、エイム。ブヨブヨしてるんじゃないわよ。後ろ怖いから一応壁立てておくわ。これでほとんど防げますね。さて、あっちの敵はどうなったかしら。気に隠れたっきりね。もう逃げたのでしょうか。撃ってきたわ。一体どこから。どうやら木と木の隙間から撃ってきてるみたいですね。ち、全然見えないわよ。よくあの隙間から撃ってこれるわね。気に当たり判定が言ってしまいそうですけどね。本当にこの隙間からなのかしら。全然顔出してこないわ。どうやらすでに敵は移動してるみたいです。あんなところに。建築しながらってことは、お姉様を警戒してるみたいね。まだこの遠い距離での打ち合いが続きそうです。ふふ、さっさと顔出しなさい。撃ち抜いてあげるから。無理無理、お姉様じゃ無理よ。敵の姿が見えました。よく狙い。うっ、はぁ、ため息だけするのやめなさいよ。一番傷つくわよ、それ。はぁ。長くするんじゃないわよ。お嬢様、どうやら別の敵が来たみたいです。本当ね、打ち合ってるわ。だいたいどこらへん。何よ。何なのよその目は。いや、別に。最初の試合ですし、まだエイムが微妙な感じなのでしょう。ボーラーで遊んでる暇あるんならエイム練習しなさいよね。私はエイム練習なんてしないのよ。しない結果がこれだというのに。どっちも狙いにくいですね。うん、グライダーあるしもう突っ込もうかしら。ロケットランチャー撃ってるわ。ロケットランチャー、厄介ね。いっそのことあの二人は無視して別の場所に行きませんか。いや、その選択肢はないわね。仲大事になってるわね。これをどっちかの敵に当てないと、死んでも死にきれないわ。何が死んでも死にきれないよ。お嬢様階段を作りさらに上に。敵を見下ろせる位置まで登ってと。右の敵狙いそうね。ふふ、ここよ。お嬢様倒しました。あの棒立ちの敵をヘッドショットできないなんて。倒せばオッケー。もう一人の敵はどうしますか。ヘビースナイパーライフルにはこだわらないわ。お姉様飛んだ。これで一気に近づいて倒す。しかしこの
の動き、敵も気づいています。当然撃ってくるわね。銃弾なんてこうやって避けてやるわ。思いっきり当たってるけど。え、待って、嘘でしょ。お嬢様そのまま空中で死にました。何やりたかったのよ。あんなに当ててくるとは思ってなかったわ。本当にお姉様はダメダメね。もういいわよ、私ずっとボーラーに乗ってるから。い、妹様、完全に拗ねてしまっていますよ。そのうち治るでしょ。このゲームの救いはボーラーだけよ。撃たれても絶対にダメージを通さないこの安心感、そして圧倒的な機動力、もうボーラー以外何もいらないわ。じゃあ今すぐ持ってる武器全部捨てなさいよ。それとこれとは話が違うわ。近くでクワッドクラッシャーの音が聞こえますね。あ、なんかいるわね。私は絶対にこれから降りないからね。いや、降りなさいよ。こっちに近づいてきています。ふん、クワッドクラッシャーごときがこのボーラーについてこられるはずないわ。まあ確かに機動力はボーラーの方が上でしょうね。お嬢様の方から近づいていませんか。これだけ近づいても余裕ってところを私は見せてるのよ。真正面からぶつかってやろうかしら。死にますよ、お嬢様。敵も敵で車から降りないわね。ち、一体何なのよ。よくわからない状況です。今度は車の座席変更して踊り始めたわよ。私を油断させようっていう作戦かしら。だけど残念ね、私は何があってもこれから降りるつもりないわ。一瞬止まりました。お姉様早く倒しちゃってよ。私はダメダメだから倒せないわ。さっきの言葉根に持っていますよ、妹様。く、面倒くさいわね。あ、ダメージ入った。あんな軽い感じで当たってもダメージ入るのね。逆に勢いよくぶつかった今はダメージ入っていませんでしたよ。ボーラーのダメージ入る条件が知りたいわ。そんなの知っても大したダメージ与えられないわよ。一回は大したダメージじゃなくても、積み重ねれば大きなダメージになるわ。確かにそうですね。ね、目が回る。敵に振り回されてるじゃない。この敵、なかなかやるわね。どこだよ。重量的にボーラーが車の方を引っ張るのは無理がありそうですね。車に何個もボーラーがぶら下がったら引っ張れるのかしら。多分無理だと思う。というかお嬢様、いつまでこれ続けるつもりで。さあ、わからないわ。は、や、く、敵を倒しなさいよ。いつまでこの意味わからないものを見せるつもりよ。目が回る。要注意、ですね。一番目が回ってるのは間違いなく中のパンダでしょうけどね。うわ、めちゃくちゃ早いわ。というかブラックラーどこにくっついているんでしょうかね。見た目は完全に宙に浮いてるけど。ボーラーには見えないものを見る能力があるとっくは。嘘の話するのやめた方がいいわよ。さて、もうそろそろあったわ。ついに敵を倒す気になりましたか。さっきから降りないって言ってるじゃない。どうやら別の場所に行くみたいね。元気にやるのよ、クワッドクラッシャーの敵。まあ、最後1対1になったら容赦なくボーラーで吹っ飛ばすけど、なかなかひどい話ですね。まずい、撃たれてる。お、どんどん削られていくわね。この調子で破壊してほしいですね。ちょっと昨夜、あなたなんてこと言うのよ。いや、だってさっきからボーラーでコロコロしてるだけじゃないですか。見てる方はもう飽き飽きよ。それは多分フランと昨夜だけだから大丈夫。私はすごく楽しいわ。自己中ね。しかしこのボーラーの体力を見るに、あと3発程度で壊れる体力。ふふ、すぐに壊れそうね。く、このままではボーラーが。待てよ、この場所。お嬢様、そっちはアンチ外なので行かない方がいいですよ。ちょっと、どこ行こうとしてるのよ。向こうの赤い建物の方向。あ、新しいボーラーに変えるつもりね。その通り。いやー、こんなに近くにあるなんてラッキーだったわ。このままではお嬢様がまたボーラーを。誰かこのボーラーを止めるのよ。無理無理、私の操ってるボーラーに当てるなんて至難の業よ。相当自信があるのですね、お嬢様。言ってるだけで全然操れてないのに。ふふ、やっぱり新しいボーラーだ。なんでこんなところに敵が。お嬢様、もう戦うしかありませんよ。私はここにボーラーを取りに来たのよ。戦う気なんてさらさらないわ。もしかして。お嬢様がポータブル掛け目を使い、一気に下に。私の目的は、ボーラー一択。敵はそんなことみじんも考えてないから当然上に。これ、もらっていくわね。それじゃあね。逃げた、すがすがしいまでの逃げ。もう何のゲームしてるんだかわからなくなってきたわね。何言ってるのよ、一点の曇りなくフォートナイトよ。ふ、残り5人か。って、何やってくれてるのよ。お、いい攻撃。半分近く、いや、ヘビースナイパーライフルなので半分ちょうど削れましたかね。あと一発敵が当てれば。ボーラーは破壊されます。く、なんか昨夜まで向こう側に行ったわ。私に味方はいないの。そのボーラーを捨てればいいと思う。ボーラーを捨てて普通に戦ってくれれば。ふん、もう昨夜の言葉なんて信用できないわ。私だけでもボーラーを信じる。だってさっきから飛んだり跳ねたりしてるだけじゃない。それがボーラーのいいところだからね。というか、ここまで来たらもう霊級優勝を目指すしかないわね。本当にこれで最後まで行くつもりなのですね。く、敵がこっちに。飛んで逃げるお姉様。お構いなしに撃ってきますね。あ、これはついに。ボーラー。あ、ついに壊れました。しかもこのアンチじゃもう補充はできないわ。ないボーラーが。泣くほどのことなの。もう飛び降りようかしら。しっかりしてくださいお嬢様。ボーラーのないフォートナイトなんて、私のいないコウマ感みたいなものよ。いいわねそれ。よくないわよ。さっきの敵がジャンプパッドで飛びましたね。お前には一発当てないと気が済まないわ。あ、ヘッドショット。は？残る敵は3人です。私はもう霊キル優勝を目指すわよ。でもこの環境で霊キル優勝は難しいわよ。ダメージを与えてしまった場合、嵐や落下で死んでも、15秒間はキルになってしまいますからね。下で撃ってるわね。その攻撃で誰か死んだみたい。これで残るは2人です。多分2人とも私の下なのよね。お姉様が有利ってことか。お嬢様の体力が結構減っていますので、嵐の中には入りたくありませんね。ちょっと待ちなさい。62ダメージ、敵のシールドが剥がれたわ。あの敵にいい感じにダメージを与えたいわね。チャンスです。サイレンサー付きサブマシンガンで撃っていくお姉様。おっと、危ない危ない。落下ダメージはなかったですね。とにかく上ね。すごいトラックの音がしてるわ。串刺し準備 OK って感じね。誰が串刺しになんかなるものですか。下が
どうなってるのか結構気になりますね。ねえ、降りて確認してみて。いやいや、なんでわざわざそんな危険なことしないといけないのよ。今回はグライダーもありませんしね。下で激しい打ち合いがあってるわ。この人、一人死んだわね。これでラスト一人になりました。あそこから出てくるのはわかってるわ。でも撃っちゃっていいの？霊柩優勝できなくなってしまいますが。まあいいわ、それでも。一発だけ当たったわね。シールドはありませんでした。あ、これ少し高い。ここでまさかの落下ダメージ。敵が出てきませんね。あれ、15秒経ってないのにキルになってない。一応霊柩優勝ですね。これが、ボーラーの力よ。最後ボーラーなかったでしょ。今回はこれで終わりよ。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。